どうもこんにちは、瀬戸康史です。ですね、今日はですねみたいな、あたかもなんか今までずっと続けてて今日はみたいな感じになってますけど、まあ久々に更新してね、この間クレジットカードのあれあって、で俺動画でさ、合計が69万9千いくらいくらっつったんだけど、俺計算間違いしてて、100万超えてたっていう、103万いくらだったっていうね、計算間違い、37万っていう37万7700みたいな、その額を1桁 7を1個減らしてて3万7000円ぐらいで計算しちゃってて、でですよ、今日はですね、もうね、ごちゃごちゃ喋るよりもお見せします。はい、ででーん、ご覧ください。これローリングココナッツね、フリーペーパーです。はい、こんな感じなんだけど、私瀬戸康史表紙でございます。ローリングココナッツという、これフリーペーパーね、フリーだから無料です。無料で手に入るこのフリーペーパーが明日、11月の25日土曜日から配布されます。ということで、みんなこれ取りに行ってくれというか、まあ興味がある人は取りに行ってみてください。はい、でね、まあ最初に言うと、まあ俺から言うのもあれなんだけど、多分ねこれね、レア物になるんじゃないかなって俺はね勝手に思ってる。なんでかっていうと、なんかちょっと見せられないけど、そうこれね、一番の売りだけちょっと見せとこう、なんで瀬戸康史が表紙かっていうと、もちろん中がバーン、瀬戸康史のこのインタビューが 1,2 ページにわたって書いてあります。なんで俺レア物になるんじゃないかなって言うかっていうと、ウクレレマガジンとかウクレレアラモードとかっていう、ね、他にもねウクレレ雑誌があるんだけど、それっていうのは有料の普通に本屋に売ってる雑誌なんだよね。だから本屋に行ってお金出せばまあ買えると。ただこれ、本屋にはありません、売ってません。まあ、フリーペーパーでフリーでもらえるんだけど本屋に行ってもありません。じゃあどこに行けばこれ手に入るのか。楽器屋さんです。楽器屋さん。じゃあどこの楽器屋さんに置いてあるのかっていうと、これね裏にこうブワーって書いてあるんだけど、これね説明欄にね、その置いてあるお店のリンク貼っとくんで、これ全国、北海道から沖縄まで、多分ほぼ全て、全部ちょっと数えてないけど、ほぼ全国どこでもね楽器屋さんバッてあるから、この楽器屋さんに行けば、この、瀬戸康史ローリングココナッツ明日から置いてありますので、楽器屋さんに行って取りに行ってくださいとね。でこれね、なんでその楽器屋さんなのかっていうことについてちょっとねお話をねしておきたいと思うんだけど、このローリングココナッツのそのインタビュー受けて写真撮影もこれしたんだけど、その時にその編集長のツワノさんだったかな、ツワノさんっていうおじさんがいるんだけど、これね20年前からずっと作ってんだって。20周年とか言ってたな、今度でか分かんないけど20年ぐらい作ってると。で他のだからウクレレ雑誌とかよりも随分も前からずっと昔からフリーペーパーあるの。だって R25 とかさね、ちょっと俺ぐらいの年代の人なら R25 ね、街で配ってたのさ、撮った人とかいると思うけど、フリーペーパーって今 R25 もあれなくなっちゃったでしょ。外で配るフリーペーパーあれ結構ね俺好きだったんだけど、なくなっちゃったりとか、だからいろんなフリーペーパーが出て、ホットペッパーとかもあれもう紙配ってんのかな、わかんないけど、そのフリーペーパーって一時期ダーって流行ってさ、街とかにいっぱい置いてあった時期があったけど、だんだんそのね、なんかなくなっていっちゃってさ、フリーでもらえるのってあんまなくなってきてるよね。で雑誌とかも廃刊しだしてさ、本を出すっていうのは苦しい時代になってると思うんだよね。でそんな中20年間ずっとこのね小冊子、まあボリュームとしてはさ、そりゃね他のちゃんとした有料の雑誌にはかなわないけれども、薄い本なんだけど、ずっとやってると。これ楽器屋さんの広告とか結構ね載ってるんだけど、その楽器屋さんに多分そのスポンサー料をいただいて、で楽器屋さんに置いてくださいと。でこれ楽器屋さんがさ、例えば俺が楽器屋さんだとして、あーローリングココナッツ置きますよと、でなんかお金払ってさ置くとするじゃん。そうするとそれを取りにさ、お客さんが来るわけじゃん、楽器屋さんに足を運ぶ人が来て、こうやって取っていくじゃん。で取ったついでになんかこう何なんかカスタネットとかさ、リコーダーとかギターとかさ、なんかいろいろ見て、なんか本とか買って帰ってくれるわけじゃん。だから楽器屋さんに、足を運んでほしいというなんか願いみたいなのがあって、この本ができたみたい、だからフリーペーパー、楽器屋さんにしかないフリーペーパーなんですよ。だからなんかその話聞いて、ああなるほどなと思ってね。
最近俺もこのインタビューの中で、ぶっちゃけその楽器屋に俺あんま行かねえみたいな話もね多分しちゃってるんだけど、俺楽器屋あんま行かないのよ。そのあのだいたいネットで買っちゃったりするからね。でもその編集長の津和野さんはそのなるべくその楽器屋さんに足を運んでほしい、楽器屋さんを応援したいっていうね気持ちがなんかあって、ずっとこれ機関誌なんだよね。その 年間4回だから春夏秋冬にこう出されてるんだけど、そう言うの忘れてた。この瀬戸康史がいきなりこの表紙になってるんだみたいなのを見ちゃうとちょっとよく分かんないと思うんで、今までの表紙どういう人出てたかっていうのをちょっとご覧ください。はい、こちらね、ウクレレの人なら誰でも知ってるジェイク島袋、ジェイクね、はいドン。あとこの平井大さんね、かっこいいよね。あとこのドン、はい、ビーズの松本さん、ビーズの松本さんのやつはもうここにあるから、はいドンドン。あとダニエル・ホーさんもいるけど、はいこれねこれですよ、これとかもう有名人、めっちゃ有名人出てます。あとサザンのね、サザンの関口さん、ここでもインタビューもサザンの関口さんあるけども、この関口さんも何度も今まで表紙になってます。はい、そして、こちらご覧ください、ドン。わかります、これ中山亮君の横にいるのがわかりますね、パーマ大佐ですね。パーマ大佐、ビーズの松本さん、平井大さん、ジェイク島袋さんね、サザンの関口さん、瀬戸康史さんね、これわかる、このこの凄さわかる。まあフリーペーパーではあるけれども、この歴史がすごい、20年の歴史を持つこのウクレレフリーペーパーに瀬戸康史が、 YouTuber が初めて出ちゃったっていう歴史的な、この回だと思いますよ。これちゃんとプーンでさ、こうウクレレプンレレもね、プンレレもボン出て、この微妙な表情の俺ね、ぜひフリーなんで、ぜひ皆さん楽器屋さんに足を運んでこれを撮って、でその楽器屋さんでね、ついでなんかこう見てね、で楽器屋さんに行ったことない人もいると思うね。楽器屋さんなんか行ったことないし、あ無理だわって思ってる人こそ行ってほしい。さあそれがもうそのローリングココナッツ の編集長の願いだから、で楽器に興味ない人こそ足運んでください。はい、で、あそう、もうあと1個、ですね、ここにね、バーっとこう楽器屋さん、これ置いてある、このローリングココナッツが置いてある楽器屋さんがここに書いてあるんだけど、まあ山野楽器さんとか黒沢楽器さん、ドルフィンギターとかさ、いろいろあるんだけど、島村楽器さん、俺がイベントやった島村楽器さんは基本的に全国どこ行っても置いてない。まあそういうなんかいろいろね、いろいろ大人の事情があるみたいで、別に揉めたとかそういうことではないみたいなんだけど、まあ島村楽器さんには置いてないものだなんだけど、なんとですね今回、島村楽器八王子店のね、僕がイベントをやった八王子店さんのみ島村楽器さん置いてくださるということで、ちょっとどこの楽器屋行っていいか分かんないっていう関東のこの辺の人は、島村楽器八王子店さん行けば、ドンとありますので、そこ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、島村楽器ファンの人は八王子店のみ置いてありますのでね、行ってみてください。ということで、今回瀬戸康史が表紙のローリングココナッツ、フリーで配られますので、この機会によかったらゲットしてみてください。ということで以上、瀬戸康史でございました。じゃあの